水野騒動は、江戸時代中期に起こった三河岡崎藩での、お家騒動。岡崎藩の水野氏は、不代大,大名の名門にあたり、第二代藩主、水野忠春は、奏者番、寺社奉行を兼任し、第四代藩主、水野忠之は、奏者番、若年より、京都諸次第、老中を歴任するなど、歴代藩主の多くが、江戸幕府の幕閣となって幕政に参与した。 その一方、幕閣として、江戸財布による支出が多くなった上、反省もおろそかになった。さらに、元禄14年や法永2年の矢作川反乱による洪水、元禄15年の暴風など、連綿のように災害に悩まされて、犯罪性は急暴した。そのため、元文2年に第六代藩主となった、水野忠だ達は、反省改革を断行した。 契約を徹底したほか、改革に反対する旧来の保守系がローラを強制的に隠居させ、副審の故障らを取り立てるなどの手段により、犯罪性の再建と人材の一新を図ったのである。このように厳しかった反面、中達は、家臣の半地刈り上げを一部緩和したり、家臣の中でも特に困窮者は援助金を与えるなど、譲歩した政策も採用している。ただし、 このような情報があったということは、中達の改革が、周囲から、支持されていない現れでもあった。ところが、関炎元年、改革に反発した老人らが出資を拒否するようになり、中達は改革の失敗から次第に、反省への関心を失って、優等に溺れるようになった。法歴元年、優等を理由として、中達は老人によって遊兵され、 法歴2年3月22日には、家督を、養子の水野正人に譲って隠居することを、余儀なくされた。同年8月18日、中達は、失意のうちに、幽閉のままで死去した。ありがとうございます。